今回紹介するのは女優南野陽子さん56歳兵庫県板見市出身南野陽子は高校2年生の夏に上京し CBS ソニーのオーディションを受ける堀越高等学校に3学期から編入した1984年秋ドラマ「名門私立女子高校日本テレビ系」で芸能界デビュー18歳の誕生日である 1985年6月23日に順だね。よ子、こ、可憐だね。よ子のキャッチフレーズのもと、CBS ソニーから、恥ずかしすぎてで歌手デビュー。この時、講談社の、週刊少年マガジンで表紙を飾る。1985年11月、フジテレビ系ドラマスケ版でカツウショウ女鉄仮面伝説で、主人公の二代目、浅宮咲役を演じ、一役トップアイドルの座を獲得。このチャンネルでは、 モデル女優アイドルなどを紹介していますよろしければチャンネル登録高評価お願いします